こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。はい。はい、今日は。何してんの？今日は完全な美容動画です。ほう。はい、はい、ちょっとすっぴんで失礼いたします。あ、すっぴん。はい。あ、なるほど、なるほど。はい、はい。すいません。今日は、うん、見つけました、私。何を？お肌が、うん、もう硬くなってきて、ちょっと日々の生活でちょっと疲れてくると硬くなってきてちょっと下がってきちゃう方でももちもちプルプル柔らかいお肌になるマスクを今日はやってみたいと思います。ほう、今日は どういうこと何言ってんの？だ簡単に言うとその硬くなったお肌、硬、はい、くなるんだよな肌って、こう年齢重ねていくのが、ね、それをこう柔らかくするパックってことやな、これ。はい、あ、なるほど。どこで買ってきたこれ？これなんと楽天で手に入ります。あ、楽天ね。楽天で買ってきたやつね。様々です。これ結構使ってんねんな、はい、めちゃくちゃもう感動して最初使った時に、うん、これやばいと思いました。なるほど。多分もう皆さんも早く行けっていう感じだと思うので、はい、まあ実際ちょっと試してみますね、はい、じゃあ三崎さんの肌、まあ、こんな感じなんですけど、はい、まあ、これをもうちょっとこう触った感じでも分かるようね、はい、な、まあ、弾力にするって感じだな。弾力とツヤと。 OK、 じゃあそれになると思うんで皆さん今日渡辺さんもやりますよ。はい、はい。まあ多分もちもちになります。なると思うんで、まあ、ならんかったらもう批判のコメントくださいお願いします。はい、OK、はい、それでは動画をスタート。はい、今ビフォアの段階です。と化粧水だけつけてるんですけど、私のお肌のお悩みはちょっと硬くて弾力が少ないのと、ちょっと見えるかわからないんですけど小鼻にちょっと毛穴が出てきて、この辺もちょっと赤くなってきてるのが悩みです。これをちょっと改善していきたいと思います。はい、まず上にピーリングジェルがついてるのでこれを外していきます。で最初にピーリングを塗っていきますね。こんな感じでこんな感じでピーリングが入ってます。見えますか？はい、これを塗っていくんですけど全体に伸ばしていきます。ピーリングジェルは毛穴の汚れを落としてくれるので毛穴の気になるところにしっかりと伸ばしていきます。ちょっとザラザラしてて大丈夫かなと思うかもしれないんですけど、これ塗るのめちゃくちゃ大事なんでしっかり塗ってください。T ゾーンも結構毛穴出やすいのでしっかりと塗っていきます。濡れてるかな？濡れてますよ。濡れてますか、うん、ちょっとここは怪我してるんで控えめにしときます。顎ね、うん、こんな感じでピーリングが伸ばせたら OK です。次にこちらのパックの方を使っていきます。開けます。これは普通のパックと同じような感じなんですけど少し紫色の感じでちょっと薄気味悪い色をしてますでこれを全体広げてもうこの上からピーリングの上からのせていくだけです。これをのせるとちょっと耳を澄ましてくださいね。聞こえるかな？ちょっとパチパチ言うんですけど
こえてますかね。これが今炭酸バブルが、あのスクラブに入ってる炭酸バブルが弾いてる音なんですけど、この炭酸バブルが弾くことで毛穴の汚れを落としていきます。ちょっとこの顔で説明するのもちょっと変かもしれないんですけど , 笑わせないでください。こんな感じで3分から5分置きます。私は結構しっかり毛穴汚れを落としたいので5分置いていきます。ではもう始めますね。はい、なぜか僕もやってます。もうでも美咲さんもう、はい、あと美咲さんがやって あと30秒ぐらい、はい、なのでこう喋りづらいね、やっぱこうパックをするのね , 笑えないですね、うん、でも僕もこうもう聞こえないかもしれないですけど、なんか言ってます。はい、5分過ぎましたので撮っていきます。これで撮って、軽くスクラブを流して終わりです。はい、こんな感じでちょっと流してきました。でしっかりと拭いたらこんな感じで、あとはいつもの化粧水だったり乳液、美容液塗って終わりです。こんな感じで結構もちもちに、ちょっと持ち上がった感じもあるのと、毛穴も結構引き締まった感じが出てきたかなと思います。はい、こんな感じでクリームまで塗り終わりました。こちらのパックの効果なんですけど、普段の生活とかメイクでアルカリ性に偏ってしまったお肌を弱酸性赤ちゃんのお肌に持ってくるっていう効果があるのと、スクラブ効果、スクラブを塗ることで毛穴の引き締まりを出してくれるので、普段ちょっと硬くなってちょっと弾力がなくなってきたなっていう方だったり、毛穴が気になる方ぜひやってみてほしいなと思います。こちら、楽天とかアマゾンで何パックかセットで売ってるので、普段、1週間か2週間に1回くらいでも全然効果続きますので、ぜひのそんなに高くないかなと思いますので、ぜひやってみてください。バイバーイ。